今回はですね、まあ、3月の29日からアリエクスプレスのですね、11周年記念セールが始まるんですけれども、まあ、このセールに合わせてですね、まあ、スマートフォンのメーカーですね、まあ、いろんなところがですね、まあ、セールを始めているわけですけれども、まあ、私がね、いつも紹介している、まあ、ブラックビューでもね、3月29日からセールが始まりますので、紹介をしたいと思います。 はい。今回ね、まずセールで安くなっているのはこちらですね。私も紹介している、ブラックビューの BV6600 というものになります。まあ、これはですね、すでに実機の開封レビューですね。あとタグネススマホ7番勝負で実際に耐久テストをしてね、動画も2本上げていますので、まあ、そちらの方をね、確認してもらえると、まあ、実機のね、確認ができると思いますけれども、まあ、基本的にはですね、ここにも書いてあります通り、 ま、セールで、えー、15,578円で購入できるね。まあ、格安のタフネススマートフォンになっています。で、IP68、IP69 系ミル企画ね。まあ、これはもうタフネスマートフォンでは当たり前の機能ですけども、こちらに対応しています。で、この端末のね、一つの、ね、特徴的なところは、そのバッテリーが多いっていうところなんですが、当然ですね、バッテリーが多くなると、スマートフォンの重量って上がるんですよね。そうなってくると、落下した時にやっぱりその自分の重さで、 まあダメージを負いやすくなるんですが、まあ、この BV6600 については、なんかね、その新しいね、その対衝撃の,あの構造になっていて、そういった重たいバッテリーを搭載しているタフネススマートフォンでも、まあね、そういう落下に耐えられるという、ちょっとね、新しい構造になっているということです。で、実際これはですね、私のタフネススマホ7番勝負のね、えー、階段から落とすっていう動画があるんですけれども、まあ残念ながらね、これ複数回、もう7回、8回ぐらいね、落としたんで、 ディスプレイの方は割れてしまったんですけれども、まあ本体の方が確かにね、傷はつきましたけども、全くね、その、その構造上のダメージっていうのは負ってなかったので、やっぱりそのね、落下に強いっていうところはね、あると思います。まあガラスね、要するにディスプレイの部分はやっぱり落下に強くはないんですけれども、まあそこさえ打たなければかなりのね、えー、高さからの落下にも耐えられると思います。で、一応ですね、メーカーは1.2メートルからの高さは、まあそのテストをして試してますっていうことだったんで、まあそのぐらいの高さであれば問題ないと思います。 けれども実際私がね、階段から落としとったら全然1.2メートルどころじゃない高さから落としてますんで、まあそういったところから落としても、このね、えー、周りのフレームであればおそらく大丈夫じゃないかなと思います。まあそういったね、かなり耐久性の高い端末になっていますので、まあ1万5 0 0 0円というね、非常に買いやすい価格で、さらに大容量のバッテリーを搭載しているというところが、やっぱりね、えー、このスマートフォンの売りかなと思いますで。こちらがね、まあスペック表なんですが、まあ今みたいにね、価格が安いっていうところと、そのバッテリーが多いっていうところ まあ売りでではあるんですけれども、まあ、他のスペックはですね、まあ、どうしても価格が1万5千円ということなんで、まあ、正直言うとローエンドの端末になっています。えー、SOC はねヘリオの A の25ということなんで、まあ、スベンチマーク9万点ぐらいだと思います。でねラムは4イトストレージは6 4イトということなので、まあ、この辺も、ね、ローエンドのスマートフォンということになります。でちょっと残念なのが、 ちょっと Android 10っていうことですよね。まあ、最近も Android 11に対応しているスマートフォンがまあちょこちょこ出ていますので、まあそういった部分では古くはないけれども、ちょっとね、まあ古く感じてしまうかなというところです。で、あとですね、バンドですね。このバンドもですね、まあ最近こういったね、中国の中小メーカーのスマートフォンっていうのは、結構ね、その日本のバンド18、バンド19に対応しているものが増えてきていますので、まあその中で、えー、これ見るとね、バンド18、19に対応していないので、 ここはちょっと残念かなと思います。やっぱり使うとなるとバンド8を使ったソフトバンク系ですね。まあ、あと、バンド3縛りですけど、楽天モバイルで使える可能性はあると思います。まあ、ちょっとね、いずれにしてもバンドのところは、まあ、日本のユーザーからするとちょっと残念な仕様になっているかなという感じです。もう一台ね、ブラックビューのセールでおすすめなのはこちらの端末ですね。 ブラックビューの BL6000 Pro 5G という端末になります。で、名前からもわかる通り、5G に対応したタフネス,スマートフォンということで、えっと、セール価格が399.99ドル。なので、44,000ということですね。この価格で購入できるようになります。 で、通常は600ドルぐらいで売ってるものなので、まあまあね、安くなってるかなとは思いますけれども、まあこれはですね、当然価格がちょっと高くなってますので、性能の方もね、もっと上になりますけれども、それではね、スペックの方を見ていきましょう。まあやっぱりね、価格が4万円を超えてくるということなので、まあ性能的にもね、先ほどの BV の6600よりはだいぶ上がりますけれども、SOC は Dimensity800 ですね、えー、アンツーベンチマークで言うと約30万点ぐらい出ると思います。 えっと、アンドロイド10ですね。バッテリーの方は 5280mAh ということと、あとラ m が8ギアですねで。ストレージは2頃に対応してますんで、まあこの辺はね、結構やっぱ価格なりの、まあ大容量のメモリーと大容量のストレージになっています。で、5G に対応していますけれども、一応77、78、79にね、しっかり対応しています。で、4G の方も18、19ですね。あと26、28の A、B ですね。 ソフトバンクのバンド8、楽天モバイルのバンド3、あとみんな使ってるバンド1、えー、対応してますので、基本的に 4G はほぼね、日本のバンドにフル対応しています。で、カメラの方がですね、IMX の582の4800万画素のカメラを搭載しています。 まあ最近ですね、あの、格安の端末でもね、この4800万画素のカメラっていうのね、結構搭載し始めています。で、さらにそのね、タフネス,スマートフォンも、やっぱりカメラ性能って正直あんまり力が入っていなかったんですが、まあ最近のね、タフネス,スマートフォンはやっぱりこの辺のカメラも、 4800万画素のカメラを搭載しているのだいぶ増えてきましたので、やっぱりタフネススマートフォンだからまあカメラはね、まあどうでもいいやとかっていうね、やっぱそういうものではだんだん通用しなくなってきましたので、まあそういう部分ではこの端末は 5G にも対応しているし、まあカメラね、4800万画素を搭載しているし、まあ日本のバンドにもしっかり対応しているということで、やっぱりね、そのミドルレンジクラスのタフネススマートフォンを探されている方にはまあお勧めできる端末かなと思います。さらにね、IP69K、高圧、高音にも耐えられる防水 ににに対対応応ししてていいいまますすののでやっぱりりね1つ上の防水性能にも対応しているととうことになります、まあ、ただですね、この i p 6 9系もですね、以前はですね、IP68 しか対応していないタフネスマートフォンって結構ね、安いモデルであったんですが、まあ、最近は安いモデルでも IP69K に今普通に対応してきてますので、ね、まあ、逆に言うとこれがないともうタフネスマートフォンとは言えなくなってきてますので、この辺はしっかり対応しているということです。ねミル規格に対応しているので、高さ1.5メートルからの落下にもまあ耐えられるということになっています。あとアイスも とということでねマイナス30度の中でも電話としての基本的な機能を維持できるということで、かなりね、まあ、あの、寒いところってかマイナス30度っていうところがあるのかな、まあ、なかなかないと思いますけれども、まあそういった寒冷地でもしっかりね、動作するということで、まあこの辺はね、やっぱり安い端末ではね、ちょっと削られているところかなと思いますので、しっかりね、そういった過酷な状況でもね、使えるスマートフォンになっています。 ということで、今回は、まあね、アリエクスプレスの11周年記念の、まあ、ブラックビューのね、えー、まあ、セール情報を紹介させていただきました。まあ、これはね、他のメーカーさんもそうですけれども、このね、11周年記念セールで、大体3月の29日からまあ4月の2日まででセールを行っていますので、まあ、ブラックビューもね、やっぱり最新の端末 BV6600 を 1>, まあ1万0千円ぐらいで購入できる価格で出していますで。さらにですね、これ一応クーポンコードみたいなものを、まあ、メーカーさんからあー、ね、教えていただいてますので、 ここには表示がないみたいですね。だからまあ一応入れてみてもらえればちょっと安くなるかもしれません。ただね、アリエクスプレスのコードって入れたら実際使えなかったりとか、あとまあ数に限りがあるのか、やっぱりね、あんまり遅かったりするとそのコードがね、有効にならないこともあるので、まあちょっと使えるかわかんないんですけども、一応ね、動画の説明欄に購入先とクーポンコードね、つけておきますので、まあどうせ買うなら一応ね、えー、まあ物は試して入れてみると、まあ、若干気持ちで、ね、安くなるかもしれませんので、まあそちらね、使ってみてください。 今回は以上です。